皆さんこんこにちは田中雅です今回は内部モデルとコーチングでいうイメージトレーニングあるいはビジュアライゼーションの関係性についてお話ししていきます。内部モデルについてはここを数回にわたってお話ししてきましたけど簡単に振り返っておくと私たちは体であったりとかあるいは道具とか環境のあらゆるものに対してこれはこういう特性を持っているっていう何らかの物理的な特性に対して 自分自身の脳の中特にそれは小脳で表現されていることが多いんですけれども、まあ、そういった形で何らかのモデルを持っている物理的な対象のそれを模倣したモデルを脳の中に持っているんですねでそのモデルを用いることによって例えば体を動かすときにも実際にフィードバックが返ってくる前に予測的に手を動かしたりあるいは道具を制御することができる まあこの対象にこういう行為を与えたらこういう変化が起こるからこういうふうに対処してみようそういった予測的な制御だったりあるいは道具を使うことに関する記憶ですね例えば箸を持ったりとかハサミを使ったりとかあるいは車を運転したりそういった運動に関する記憶も内部モデルという形で持っているそういった仕組みが私たちの脳の中にはあるんですね。でこの内部モデルが スポーツなどで言われているイメーージトレーニングでもすす。ごく重要な役割を果たしていいるという研究がありますでどういうことかというと例えばプロのバスケットボール選手が繰り返しそのうまく、うん、上手にシュートできている様子をイメージしてもらった後にこうシュートをすると実際にそのイメージトレーニングの前と後でシュートの精度が向上しているそういった行動データがあの既にあるんですね。でそので イメージトレーニングしている時に脳の中でどんなことが起こっているかっていうのを例えば FMRI などを使って脳活動を計測してみると面白いことに実際に私たちが体を動かす時と同じような脳の部分例えば運動矢であるとかあるいは小脳であるとかそういった部位っていうのがどういうことかというと実際に体を動かしてなくても 私たちの脳の脳中では実際に運動すするるに近いいい脳のネットワークが使われて,いるっていうことなんですねで。内部モデルっていう意味で言うと私たちはその脳の中にモデルを持ってるわけですけどそのモデルに関してそのモデルを使いながらシミュレーションしている上手にシュートを打っている時をイメージするっていうのはまさに上手にシュートできている時をシミュレーションしているそういったモデルを より精緻化しているっていうふうに解釈することもできます。で、この面白いところは。バスケット経験があまりない人も同じように。実験に参加してもらったっていうことなんですね。で、そうすると。行動データ、まあ、実際にシュートがどれぐらい。あの、入るようになったかっていうのを見てみると。あまりその経験がない人に関しては、イメージトレーニングをしても、あまり精度が変わらなかったっていう結果になっていました。 でこれをどう解釈すればいいかというと私たちは何かをイメージするシミュレーションする時っていうのはすでに持っているモデルを使ってシミュレーションしているわけですね。ですのでプロの選手にはもちろんすごく何度も何度も練習して経験してきたすごくはっきりした内部モデルがある。 でそれを使ってシシミュレーションするのでイメージトレーニングといっても実際に体を動かしてていいるるののと同じぐらい精度の高シシミュレーションがでできているわけですそのシミュレーションをすることによって脳の中で回線がより精度の高いものになってシュートが向上したっていうふうに考えられる一方で素人の人ではもともとシミュレーションするための内部モデルを持っていないのでシミュレーションしてもし、まあ、そもそもできていない。 あるいはし、うん、したとててもももああまりそもそもイメージでできてない可能性があるんですねでここから、まあ、コーチングの、うん、イメージトレーニングであったりビジュアライゼーションに関して、まあ、どんなことが言えるかというとそもそも私たちはもともと持っている内部モデルを使ってイメージトレーニングをしているあるいはビジュアライズしているので経験がないことに関してはあまりビジュアライズができないできていない。 可能性があるんですねということは何か例えばスポーツであったりとか楽器であったりとかあるいは人前でプレゼンテーションしたりとかあるいは試験でこう緊張せずに問題を解いたりといったそういった具体的なあの体を伴って行動するような場面をイメージする時にやはり実際にその経験を積んでおくっていうのは、まあ、当然なんですけどすごく大事になってくるんですね。 そして実際に練習をするあるいは本当にメンタルリハーサルではなくて本当にリハーサルしてみるそういったことを繰り返ししっかりすることによって内部モデルが形成されていくそしてモデルをができた状態でシミュレーションするそれはビジュアライゼーションだったりイメージトレーニングに相当しますけどそのモデルを使って実際に自分が最高のパフォーマンスをしているっていう映像を作っていく。 とといいううううここにによってて初めてうまく機能するるうふうに考えることができますなのでビジュアライゼーションがもしうまくいかないとかあるいは映像が鮮明にならないっていうことであればやはり実際にその状態を体を使って経験してみるっていうことはすごく重要なことなんですね。で同時にすでに経験していることであっても何かこうはっきりイメージできる部分と 何かうまくイメージできないイメージがおぼろげになっている部分があるとしたらそのおぼろげの部分っていうのが今まであまり経験してきたことがない領域かもしれないです。ということはそのおぼろげなことに関しては実際にやはり行動して練習してみるっていうのが大事になってくるそういうふうに考えることができます。でただ同時に練習がうんすぐ取りかかれないあるいは経験するにも 少し心理的にハードルがああるっていうものものりますよねそれは本当に初めてのことであれば私たちにとってはコンフォートゾーンの外なので少しうーん、まあ、心のあるいはコンフォートゾーンを事前に広げておかないと実際に経験してもやっぱりやめておこうっていうふうにホメオスタシスで元に戻ってしまう可能性があるでそういった時に使えるのは、まあ、やはりビジュアライゼーションなんですねで私たちのマインドの面白いところはそういった記憶 を複数組み合わせることによって、全くそう経験したことのないような映像を作っていくことができる。で、内部モデルも広い意味では記憶の一部なので、内部モデルを組み合わせるような形で新しいモデルを事前にシミュレーションして作っておくこともできるということですね。それが本当にその実際に経験した時のものと同じかっていうのは。 まあ本当にやってみないとわからないですけれどもでもコンフォートゾーンを作るっていう意味ではその映像あるいは未来の記憶さえあればそこがコンフォートゾーンになっていくので一歩を踏み出すためあるいは新しい本当の経験に基づいたモデルを作っていくっていうためにも既に経験している記憶あるいは内部モデルを使ってこれから取り組んでいきたいモデルを作っていく記憶を作っていくっていうのはすごく重要なことになってきます。まと、あ、とめると私たちが 何かをイメージしたり、それによってパフォーマンスを向上させる。その前提になっているのは、私たちがそもそもシミュレーション、あるいはイメージするための材料である記憶であったり、内部モデルがあるって言うことが大事で、そのためにはやはり経験を通じて実際に行動しながら、そのモデルを脳の中に作っておくっていう必要があるということですね。そして。まあ、まだあのモデルを持ってないけれども、これから。 その領域を経験っていうことに関してはその一歩を踏み出すあるいはコンフォートゾーンに先にマインドの中でしてしまうそういった手助けのためにビジュアライゼーションを使っていくことができるっていうふうに考えられるということです。ぜひ試してみてみください